もうさ、結婚なんてせずに、好きな精子買って、女だけで協力してさ、可愛い子供育てて生きていこうよ。プライド高い男たちは孤独死してさ。大好きなダーリンとの間に赤ちゃん誕生。ベビタン可愛すぎ、愛してるー。ねえねえ、マリサ、キメイマル。どうしたんですか、霊夢さん。最近、友達に赤ちゃんが生まれてさ、コロナで会えないから、ちょっと電話したんだけど、すっかりお母さんって感じになってて、びっくりしたんだよねー。おお、おめでとうだな。出産や子育てで、そういうホルモンが、バシバシ分泌されてるんだろうなー。そういえば、アルツイフェミさんも、子供を産んだことで、価値観がアップデートされて、いいママさんになってましたよー。あのツイフェミさんか。そもそもツイフェミさんに、アップデート機能なんてあったのか？どういうことか、もっと詳しく教えてよー、キメイマルー。はい、わかりました。今回は、ツイフェミさんが子供を産んで、価値観がアップデートされた件について、ツイフェミさんの過去の発言から現在を、ゆっくり解説していきますねー。今夜、ツイフェミさんにとって、足らなかったものがついに判明しちゃいますので、最後まで目を離しちゃダメですよー。それじゃあ今日も、解説レッツスタート。それじゃあアップデート前の、ツイフェミさんから見ていきましょうか。もうさ、結婚なんてやめて、同じくらいの収入の女性の皆さんと集まって、好きな精子買って体外受精して、みんなで助け合いながら好きな仕事して、可愛い子供育てて生きていく時代なんじゃないだろうか。クソみたいなプライド持った男は孤独死どうぞ。絵に描いたようなツイフェミさんだね。過去に男性と何かあった雰囲気ダダ漏れだぜ。これに対してどんな反応があったのかな？まずは賛成意見からどうぞ。女がこんな生き方選べる社会もいいよね。男と家族になるのも、既婚非出産も。女コミュニティで産んで育てて稼いで、それぞれの生き方を同じように。あり、って言える社会。道のりは遠くても。わかる気がする。子育て終わった女性たちが、夫とではなく友人たちと暮らしたい、と思うのと同じ。それはいい考えだね。そうして女性村でも、女性の国でも好きに作ってくれたらいいのに。ずっとアイデアなようですが、日本のアホな男性見限って海外移住して、素敵な男性と恋に落ちて、可愛いお子さんと生きていく方が現実的かもしれませんね。吉沢亮の精子共同購入しませんか？多分ディープインパクトくらい高いので。めっちゃいいと思う。生涯支え合えるような素敵な男性に。出会えない残念系女子は、身を寄せ合って頑張ってください。やばいくらい楽しそうですね、蜜蜂の世界。私も全く同じことを考えてました。男性に求めるものは、恋愛期間のときめきとか、くらいしか思いつかないので、漫画とか読めば解決します。絶対ストレス少ないし、子供を可愛がれるし、みんな豊かな心持ちで、生活できます、断言。何人か皮肉で言ってるやついるだろ。それじゃあ、一般的な世間様の反応はこちらです。生まれたのが息子だった場合どうするんですか？いずれ大人になりあなたの嫌いな男になりますよ。この世の諸悪が男のせいなら、女だけの理想郷を作ってそこに住めばいいのに。今だったらクラウドファンディングで資金も集められるし。自ら望んで産む機会かかよ。いっそ、自分の体細胞培養してクローン作りなよ。ショタコンが集まるので慰み者にされるな。最初から同程度の収入の仲間って、周りにたかること考えてる時点で、搾取する誰かが男からグループ内の弱い人に変わるだけですよね。あと今後は女性ではなく力がなくて、チビでキーキーうるさいオスもどきとして、扱われる覚悟はできてるんですね。男を無視して完全排除された世界に生きるって、そういうことですよ。女性のものかとか抜かすくせに、精子を選んで買うという男性のものかは、賛美するダブルスタンダードですね。ここで育てられた男の子は成長したら、精子提供用と買われた後、食肉にされるわけですね。精子提供する人いなかったら終わる人生設計で草。要するに人間社会を、八カーリみたいにしてしまおうというわけですか。ほとんどの女性は働きバチか、働きアリになることは確定ですね。なんだろな、経歴詐称しまくってる男に精子提供されて、後で気づいて騙された、となるオチがうっすら見える。これは、暗に私に孤独死しろと言っている。などなどがありました。
ちなみにこの女性は、離婚歴があり、元相手がモラハラ夫だったことにより、最後の一文が衝動的に出てきたということでしたねー。これ逆の発言を男性がしたら、って考えると、ものすごく恐ろしく大炎上しそうだよな。マリサ、ちょっと適当にアカウント作って、つぶやいてみなよ。私を生贄にするなぁ。このツイートをされたのが、おととし2020年の1月23日だったのですが、その約1年後の2021年、このツイフェミさんが劇的アップデートされたんです。それがこちら。自分のベビーへの愛情が強すぎて引いちゃう。へその緒見ただけで号泣。これで繋がってたのね。生きてるだけで褒めちぎりたい。かわいい。愛してる。さあ。さらにツイッターの自己紹介文には、ダーリンには尽くしがち、と書かれていましたねー。おい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 、何がどうなって、こうなったんだよ。一年越しのアップデートに見せかけて、子供を妊娠する時期を逆算したら、2ヶ月くらいで、アップデートされてるんじゃないの。マジだ、これに対して世間様はどんな反応をしてるんだ。これがチン負けか。いかにラディカルフェミニストってものが、人間の本来あるべき姿に反してるかってことですよねー。精子バンクで精子選んで産んだのかなと思ったら、ダーリンには尽くしがち、ってことなんで。まあよかった。学生運動で暴れまくった後、資本主義の先方たる大企業に就職する元審査欲みたいやな。アップデートできたのなら何より。しかし以前のツイート、同じくらいの収入って、3035で収入減ったり、昇格で増えたり、病気で仕事に行けなかったりもある。さらに子供を授からなかったり、子供同士の喧嘩など、揉める、間違いなく。愛し愛されることを学んだんやね。ええことや。ついでに言わせ、クスしたら治るって、ほんとやったんやなって。これは進化ですね。いい意味で。めでたくついフェミに燃やされる側になったわけだ。素晴らしいまでの手のひら返しを見た。ひがみから無関係な男女を害するだけのフェミニストから、価値観を、アップデートできたようで何よりです。家族を大事にしてください。そして、もうフェミニストにならないでくださいね。これ見てるとやっぱフェミニズムの根底って、実生活が恵まれてるか否かでしかないのでは。発言の半年待たずか、最初の発言彼氏いての発言、そうじゃないなら、ほぼ出来込んだよな。いずれにしてもどんなきっかけだったのかは興味深い。真っ当な人族の世界に帰ってこられてよかった。フェミからしたらこれは裏切りになるんかな。何にせよ、幸せなら OK です。自分の価値観すら、キャンセルできてしまうなんて、特殊能力だよね。お客様の中に、反出生主義の方はいらっしゃいませんか？飯炊き落ちとか言われるんかな。やはり必要だったのは愛情か。愛情か。ついフェミさんも愛情や幸せを手に入れれば、人々を馬鹿にしたり差別したり、攻撃的じゃなくなるのかもね。この元ついフェミさんが、いい例だよな。まあ、だいぶ早いスピードでの、アップデートだったので、この逆もしかり、とおっしゃっている方もいましたが、ご本人さんは、うんちすら可愛い。自分の価値観が変わりすぎてびっくりしています。と、ご自身でもアップデートされて、驚かれていましたねー。この動画や、この動画なんかで、悪い意味での進化するフェミさんたちを扱ったけど、こうやっていい進化を遂げるフェミさんもいて、なんか初めてフェミさん関連で、安心できたよ。ついフェミさんたちにとって必要なものは何か、この方が教祖になって教えてあげてほしいぜ。視聴者のみんなは今回の動画について、どう思ったかな？ついフェミさんに愛情をあげるよ。ついフェミさんと子供を作ってもいいよ。って人はコメント欄で私たちに、教えてちょうだい。今回の動画が良かったら高評価、良くないと思ったら低評価を押してくれだぜ。まだまだ動画投稿が不定期ですので、私たちの動画を見逃さないよう。通知音も忘れずにお願いいたします。じゃあ、またねー。